ディナパークは、韓国系アメリカ人の歌手。1998年、韓国でデビュー。日本デビューは2002年。R&B の妖精や、アジアのディーバと呼ばれている。所属は、ココムの子会社、文化人。日本事務所は、ヒップランドミュージック。アメリカのローサンゼルス生まれ。コロンビア大学卒、父は牧師、母は看護師で、一男二女の長女。 幼い頃から父の教会でコーラスを歌い、米国内のゴスペルコンテストで何度も優勝。1993年には最初のゴスペルアルバムを出した。1998年第1週のピースで韓国デビューし50万枚以上を売った。韓国で1万人規模コンサートチケットが即日完売するほどの人気に、2002年には サッカーワールドカップの公式テーマソングに、ブラウンアイズと共に、韓国代表として参加。開会式と閉幕式で、日本側のケミストリー、ソエルと共にボイセズ・オブ・コリア、ジャパンとして、レッツ・ゲット・トゥ・ゲザー・ナウを歌った。2004年11月25日、日本でソロデビューを果たす。2005年日韓友常連のテーマソング、ダンス・ウィズ・ミーをケミストリーと共に歌う。 日本発売シングルゴールドの英語版ザ・ゴールド・ウィズ・インが映画ラベ・ホーテルズで初の日本映画の主題歌になる2006年10月シングル愛のジェラシーをユニバーサル・ミュージックより発売2007年6月シングル祈り、ユー・レイズ・メ・アップをリリース TV アニメロミオ・ジュリエットのオープニングテーマとなったこの曲はユー・レイズ・メ・アップに 日本語詞を書き下ろしたもの。2010年5月米コロンビア大学卒業時マグナカムラウデイ受賞。卒業式で米国国歌を歌う。ありがとうございます。